小西氏は日本の氏族の一つ、二つの異なる家がある。藤原北家秀里流を称した藤原氏所流の小西氏、泉国を拠点とした、宇田源氏佐々木氏流の小西氏、大見国を拠点とした、豊臣秀吉に仕えた戦国大名、小西行長の一族は、藤原北家秀里流を称し、丹波内藤氏の一族、 旧姓の古事中すなわち小西幸正を直接の祖とする。この幸正の子が堺の合唱から身を立てたとされる小西隆佐である。隆佐は橋場秀吉に接近し、信頼を得て、これに仕え、出世する。一族の多くも行動を共にし、四人の息子のうち、諸吉、行長の二人は直進として秀吉に仕え、行長は武将。 そして、戦国大名となり、殿も助と、末って、七郎は、雪長の家臣となった。このほかいに、小西アントニオがおり、雪長家臣となっている。通事は、行であり、代々壮伝の要命は、役王と考えられる。竜佐の次男、行長は一時、浮っき直家に仕え、直家と秀吉の間の使者を務めた。家の死後は、秀吉に仕え、 気に入られるところとなったのか、最終的に、天正16年頃、日ごみ並半国24万国を漁した。慶長5年の関ヶ原の戦いでは、石田三成や宇喜多秀家との縁から西軍に、属するが敗北、行長は、首謀者の一人として斬首される。弟の行景は、宇都城を守るが、加藤清正に攻められ、関ヶ原本船の西軍敗北が伝わると解除し、 自陣した。これにより、大名古西氏は滅亡する。雪長の長男は、毛利照元によって処刑され、と、息子の一人は、その二代後までは、黒田氏の家臣朝山氏として確認できる。衆議地に嫁いだ娘のマリアは離縁され、その後は不明。マカオに追放され、ローマで修行して、日本に帰国、処刑された、明治時代以前の最後の日本人司祭。 満所小西は、雪長の孫である。なお、行景の子孫は、武家として存続した。雪長はじめ小西家は、ルイス・フロイスらと交流があり、一家揃って、キリシタンであったことでも知られる。行長流の小西市のほか、堺京都には、多くの小西生の商家が存在している。このほか、長塚正さの家中にも、小西氏が見られる。佐々木支流の小西氏は、 大見国出身の氏族である。佐々木左近正軍、成よりの子孫、孫太郎正隆から始まる。正隆のエボジ親が、小西百衛門女房であったことにより、小西を合したと、される。正隆は、六角義方に仕えた。正隆の子、正重は、豊臣秀次に仕えたが、後に、徳川家康の家臣となる。関西系府には、この小西氏を四夜掲載している。 泉小西氏経府を美小西氏経府ありがとうございます。